どうもこんにちは、ジオラオ中等チューブの講師ラオ先生です。さあ今回令和2年度神奈川県公立高等学校入学者選抜学力検査問題の英語に関してやっていきたいと思います。さあ皆さん試験お疲れ様でした。英語に関して言えば、基本的にさほど、入試の難易度っていうのはそんなに変わってないです。できる人はできる、できない人はできない、そこの差がやっぱりね毎年大きく差が出るのが英語なので、それもしっかりやってもらえればいいなっていうふうに思います。で、英語に関してはリスニングテストがあります。リスニングテストは、正規ルートから、得たもう回答を準備してますので、リスニングテストに関してはもう回答をポン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 言っていきたいと思います。では行きましょう。リスニングテストです。リスニングテスト、あ、ナンバーワンに関しては4番、ナンバーツーに関しては3番、ナンバースリーに関しては1番です。4、3、1っていう順に、回答が出てますね。それから、ナンバーワンは2番、それからナンバーツーは4番、そしてナンバーツーが4番ですね。そして続いて、ウに関してはナンバーワンが6番、一番後ろですね。そしてナンバーツーが、これ、書く問題です。レストランです。レストランってどう書くんですか？ R-E-S-T-A-U-R-A-N-T。レストラン。これが、ナンバー2の答えなんだよっていう風に、なります。さあ、リスニングテストはここで終わり。さあ、ここから先が、英語の勝負になっていきます。問いの2番、これはすべて単語を書きなさいっていう風な問題です。これ、とてもね、基本的な単語なので、ぜひ書けてほしいなっていう風に思います。特に、あと、うね。いに関しては少し、変えていかなきゃいけないんだけれども、まあ、答えられる範囲かなっていう風に思います。あに関しては、afraid です。afraid のスペルをいきます。afraid、afraid です。で、意に関しては、strong の最上級、最上級の言葉、strongest になります。strongest です。strongest です。で、そして、うに関しては、voice ですね。これはぜひできてほしい。voice だよっていう風な話です。そして、問いの3番。問いの3番は、ポン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 といきたいと思います。問いの3番の、カッコアは2番。問いのイは3番。問いのウは1番。そして、問いのエは4番です。さあ、ここはね、ぜひ、時制も絡んでいる問題なので、ぜひできてほしいなっていう風に思います。そして、問いの4番。これは並び替えの問題ですね。並び替えは最初から最後までね、しっかり並び替えておかないと、答えはね、もう1個でも間違えたらアウトになってしまうものなので、まあ、ここは要注意してやっていただければいいなっていう風に思います。ただ、ジオラオ中等チューブの英語のチャンネルを見ている人だったら、英語の文章の構造っていうのをしっかりと理解している人だと思うので、そんなに難しくなかったんじゃないかなっていう風に思います。さあ、行きましょう。問いの4、あ、3番目が6です。そして5番目が2。つまり、6、2っていう順番ですね。続いて行きましょう。意に関しては、3番目が6、そして5番目が5です。さあ、そして、うに関しては、3番目が3、そして5番目が5になります。さあ、そして、最後の絵に関しては3番目が1、そして5番目が2っていう風になります。どういう風な並べ替えになるのかなっていうのは解説の時にお送りしたいと思います。ぜひ気になる人はね、来週から解説動画っていうのをどんどん上げていくので、気になる人はぜひ見てみてください。チャンネル登録もお願いします。さあ、続いてますます、長文読解っていうね、もう一番英語が苦手な人にとっては地獄のような時間がやってきます。さあ、問いの5番やっていきましょう。問いの5番、絵と英文を照らし合わせながら答えていく問題です。さあ、行きましょう。問いの5番、これは、書く問題ですね。絵と英文2つ合わせてどういう風な文章を書いていくのかなっていう風になります。そしてここ、割と自由作文です。で、これ、ジオラオの授業でも紹介したんですけれども、書けば割と点数もらえる問題です。なので、そんなに変な英語を書いていなければ、書けば点数もらえるんじゃないかなっていう風な問題です。あくまでも例文というもので、お送りしたいと思います。例文は、What music do you listen to? まで入ってます。あ、ごめんなさい。条件1ですね。条件を踏まえながら、music と listen 必ず含んで、文末が when you want to relax で終わる一文となるように、四角内を6文字以上で書いてくださいっていうことです。すいません、先生。回答と逆になってしまいました。あくまでも一例を書きたいと思います。What music do you listen to when you want to relax です。
What music do you listen to? っていう風な単語、あくまでも一例なんだけれども、書いてくれると、嬉しいなっていう風な感じです。書いてればある程度点数は来るんじゃないかなっていう風に思います。そして続いていきましょう。問いの6番です。問いの6番はがっつりとした英語の長文。ただでも英語の長文の難易度としてはそんなに難しくないかなっていう風に解いてて思いました。さあ答え合わせいきましょう。問いのあ、あ、ごめんなさい。問いの6番のあ、答えは3番です。B、A、C っていうような順番です。続いて、い。いに関しては、これ、表をね、選んでいかなきゃ問題、いけない問題ですね。いに関しては、答えは、1番、graph 2です。そして、う、この問題は、これは、8番、一番最後の D と F っていう風な回答になりました。さあ、続いて、問いの7番。ここは少し比較的ね、そんなに長くない長文だったんじゃないかな。しかも結構読みやすいんじゃないかなっていう風に思います。7番、ただね、答案が2個しかないので、回答用紙、回答がね、2個しかないので、そこしっかりと取っていきましょう。問いの7番のあは、答えは2番です。ここの、at Sakura Station っていう風なになります。そして、い、答えは3番。3番になります。12,400円っていうところが答えになっていくんだねっていう風な話です。そして、問いの8番。ここでもうね、時間がもうめちゃめちゃおせおせの状態の人がすごい多いんじゃないかなっていう風に思うんだけれども、問いの8番に関しては、ざーっと問題文が書いてあります。2ページにわたってるんだね。そして問題が次のページに書いてあるっていう風な話です。長文の読み方っていうのをジオラオ中等チューブでやりました。その長文の読み方をしっかりやっていれば、そんなに苦ではなかったんじゃないかなという風に思っています。さあ、問いの8番いきましょう。あに関しては、あの答えは1番です。そのままいきましょう。いの答えは2番です。これ構造をしっかり理解してるか理解してないかでちょっと変わってくるかなっていう風に思います。そして、うの答えは4番、B と F っていう風になりますね。これが全ての英語の回答っていう風になります。さあ、英語の長文ね、比較的もすごい長い長文やっぱり出てきたなっていう風な、まあ予想通りになってきたんですけれども、まあ長文をね、しっかり読めたか読めてないかっていうところで大きく点数の差が開いてくると思います。リスニングテストをそこそこ取って、文法問題しっかり取って、長文を取れるところを取っていく。そこが英語の文章の戦い方っていう風になっていくんじゃないかなっていう風に思います。最後に回答一覧がこちら。そうですね、一つのポイントとしては、問いの2番、afraid strongest voice、そこが書けてるか書けてないかが一つの分岐点になるんじゃないかなっていうふうに思います。それから問いの5番ね、ここ、空白の人はピンチだと思ってください。問いの5番書いたらなんか点数もらえるかもしれないので、次ね、例えば次大学受験目指す人とかいたら、ぜひ、もうそういうところはしっかりと書いてから、終わらせるようにしていきましょう。それでは、英語はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。